椿ファクトリーは、ハロー。プロジェクトに所属する日本の女性アイドルグループ。所属事務所は、アップフロントプロモーション。第50回日本優先対象新人賞受賞。第59回日本レコード対象、最優秀新人賞受賞。2015年4月29日、ハロプロ研修生により結成。メンバーの加入、卒業により2021年7月7日。 現在、メンバーは12名となっている。グループ名は、万葉の時代から人々に愛されてきた日本原産の花、椿のように丹精で凛とした美しさを称えつつ、エバーグリーンな、みずみずしさと強さを備えたグループに育ってほしいという、思いから付けられ、拳ファクトリー同様、グループ名の先行には当時、ハロー。プロジェクトアドバイザーだった清水咲も関わっている。 ファクトリーという言葉には、ベリーズ工房の精神を継承してほしいという思いが、込められている。最高位は、オリコン週間ランキングに順ずる。配信シングルコラボレーションライブコンサートイベント舞台、その他コラボレーション単独ライブコンサート2018年、2019年、2020年、2021年、合同ライブコンサート2015年、2016年、2017年、2018年、ハロー。 プロジェクトコンサートハロー。プロジェクトの作品、出演一覧ハロー。プロジェクトコンサートを参照。椿ファクトリーはこのうち2015年7月8月に行われたハロー。プロジェクト2015サマーディスカバリーチャレンジャー以降のものに参加している。コンサート大道2015年2016年2017年2018年2019年。 音楽フェス2016年2017年2018年2019年2020年2021年バラエティ音楽特番、その他のテレビ番組、ありがとうございます。